はい、2019年、1回目のキャンプで猿キャンプですね。行き先はね、いつものキャンプ場になりました。当初ね、平尾台予定してたんですけどね、ちょっとまあ自分の予測してたのとね、要は泊まりのキャンプができる日にちの始まりがですね、ちょっとずれてたんで、もう無理でしたね。まあこの詳しい話にまたキャンプについてからしましょうかね。はい、行き先はね、いつものホームキャンプ場です。だからもう第二選択ということです。ここね、5月に大祭お祭りがあるんですね。それの去年もほら秋のキャンプの時もしかして見て、去年の秋キャンプね、見てる人知ってると思うんだけど、夜小学生がね、太鼓の練習、5月のね、お祭りに向けての太鼓の練習やってたと思うんですね。あれの練習がやっぱ夜やっぱあるみたいですね。今日もね、もうすでにこう、ちょっと歩いてみましょうか。あれですね。もう、みこしっていうか、だしっていうんですか、お祭りの。あれが置いてあって、基本的にね、今、梅田住吉さん行って、水道料払ってね、木借りてきたんだけど、5月のこの前後はもう基本的には断ってるみたいですね。僕知らないで来たけど、まああれですね、基本的にはゴールデンウィークここのキャンプ場はアウトですね。お祭りがあるんで多分ね、キャンプできないですね。ああ、ステージ上もなんかありますね。もうね、なんか作ってますね。だから4月後半から5月の前半はここは基本的にダメっていうことで捉えてた方がいいですかね。まあね、ちょっとご厚意でもう来たんでね、仕方なしでってことはないけど、いつももう顔なじみになってるんでね、管理人さんね、ここの私の場合はね、なんとかこっちのね、端っこの方ならまあいい、うるさくなくてまあなんとかできるでしょうということでね、水道料払って水道の木も借りてきたんですけどね、ここしかないさそうですよ今日はね。もう張るのはここですね。ここしかないですね。どう張るかな。これ結構地面がね、こう不整地になってるんですね。少しね、バイク通るとこんな感じですよ。あー、やっぱ5月は春キャンプだから難しいんですね、ここね。だから逆にね、4月の前半だったらいいと思いますね。中旬以降やっぱ結構厳しいのと、夜もずっとね、太鼓の練習あるからうるさくて、夜ね静かにキャンプ、去年の秋ここ来た時と同じでできないでしょうね。うん、まあということで、とりあえずサイト作りましょうかね。はい、ね、まだ設営してないです、いつも通りで。またお酒の力を借りて設営しようかなと思うんですけどね。秋キャンプと同じね、のり弁また買ってきました。これね、またのり弁になった理由っていうのはね、ちょうどね、あれですね、家を出る頃にスーパー行くと、これできたばっかりであったかいんですよね、ご飯がね。触ったらお弁当の、なんていうんですか、ケースを。でこれだけがやっぱあったかいんで、どうしてもあ、これやっぱなんか美味しそうとか思ってしまうんですね。だから前回に続きまたまたのり弁にしました。でいつも通り麦とホップです。はい、でこれ食べてからね設営します。空模様悪いです、今日。こう結構ね曇ってるんですよ。ただ天気予報で雨は降らないって言ってるんですね、明日までね。で今日にしたんですよ。もう実はね、昨日から休み取ってたんだけど、昨日もね曇りだったんですよ。ただね、このキャンプ場になるとこら辺の方が天候が悪くて、自宅の方が天候が良かったのかな。それで一日伸ばしたんですね。でもう今日来なかったらちょっとなかなか難しいんだよね。あ、それと今日メットね、 ZL ザック ZJ3 かな、ヘルメットかぶってきました。もう暖かくなったんでね、システムヘルメットやめて ZL かぶってきましたけどね。はい、そういうことでちょっとね、食事してから設営したいと思います。はい、今
今1時ちょっと前ですね、12時今52分ですね。はい、あのあれプーさん腕時計してきました今日。温度計とね、富士尺付きですね。ここね、あれですね、まあ運がいいことにというんですか、ベンチがあるんでこう荷物置けましたね。とりあえずこっちがね、川今まで一回もここにね川を移したことなかったけど、ここ川がね、これが今川ですね。はい、とりあえずまあ今日乾燥ですね。っていうか基本的に今日はダメな日みたいなんでね、キャンプしてはいけない期間に入ってるみたいですね、基本的にはね。だから4月後半から5月中旬はこのキャンプ場ね、アウトだと思ってください。なんとかね、無理やりお願いして今日キャンプさせてもらってますけど、まあ普通はできないみたいなんでね。はい、天候はね、ほんとね、優れないですけど、まあでも逆に言うとね、あれかもしれないですね、紫外線とか直射日光は強くないんで、キャンプ日和、逆に言うとね、かもしれないですね。ここね、もうここ、そう、今からサイト作りますけどね、これ結構地面が不整地ですね。これ、いけるかな、ギリギリ立ちそうな感じがするんですけどね、ここの枠の中にね。まあでも本当ここしか今日ちょっと張るのまずいでしょうね。向こう側も本当今日多分ね、去年の秋のキャンプで分かったけど、夜すっごい車がね、いっぱい練習の人の父兄の方がね、自家用車で乗ってどんどん乗りつけるんで、向こう側にあると本当は張り綱ね、ロープとかに引っ掛けられそうな感じ、去年の秋もしたんだけど、お祭りの練習がある時は本当はあんまり良くないですね、来るとね。こっち側から見ると向こうにね、お宮さんが見えて、こういういつもの風景ですね。はい、サイトを作ります。はい、サイト出来上がりました。今ね、見えるかな、2時16分ですね。まあこんなもんですかね。ね、向こうもう一方来られましたね。そうね、あそこしかないでしょうね、あるのね。まあ無理やりお願いして、まああちらの方も来られたんですよね、ここね。もう一座るぐらい張れるよって言われたのか知らないけど、あともし張るとしたら向こうの後ろですけどね、昨日。でもね、夜もしね、前回と同じであそこのね、建屋がありますよね、建物が。あん中で太鼓の練習するんだと、あそこだともううるさくてちょっとね、大変でしょうね。1年前の経験っていうか、秋のキャンプのね、経験から分かったんですよね。はい、今回ね、実は目玉これです。はい、2マントルのランタン、トスタイプ持ってきました。まだこれはね、トスタイプ用のボンベです。一応ね、トスタイプ用の変換アダプターも買いました、持ってきてます。もしって調子悪かったらね、変換アダプターで普通のね、T タイプボンベつなごうかなと思ってるんですけどね、多分大丈夫だと思います。家でね、実験してみたら普通についたんで。というわけで、今年のね、キャンプは明るいキャンプになりそうですね。ただね、これ持ってきたおかげでやっぱりね、荷物が結構キチキチっていうかな、積むのがもうね、限界近かったですね。やっぱりランタンね、シングルマントルが2マントルになるだけでもう全然違いますね、きつさっていうか、積む楽さっていうのかな。結構今ね、サイトを立てたばっかりなんで汗ばんでますよ。まあね、サイトはいつも通り一回来てこの辺から撮ってみましょうか。はい、こんな感じでいつも通りのね、キャンプサイトですね。ただここもね、ほぼほぼ出口なんでね、梅田先輩さんがね、ここを建てたらどうですかって言われたんでね、指示された場所に従ってここ持ってきましたけどね。夜になってみないと練習があるのかどうかちょっと分かんないですけどね。はい、というわけでちょっとね、のんびりします。はい、
いつものテーブルの状態になりました。お米だけね、水吸わしてますね。まあ2時半なんで、5時、そうですね、もう5時まで吸わしたらいいかなと思うんですけどね、うん、キャンプね、2019年春キャンプ来ましたね。どうかなと思ってね、ここね、本当に天気予報とにらめっこしてましたね、1週間ぐらいね。でもただやっぱしね、天気はあんまりよろしくないけど、ただね、あれですね、こんだけね曇ってるともう帽子かぶらなくていいのがいいですね。暑くないから頭がですね、うん。ギタレでね、持ってきました。持ってきたけどどうしたもんですかねまたもう一組だけいますもんね、向こうね。この距離だと音通るかな、通るでしょうね、うん。せっかくハードケース買ったんですけどね、正解でした。でもハードケースね、ギタレるように買ってね、積むのにね、ちょっと悩みが減りましたね、うん。それとね、最近ちょっと気がついたのはね、あれですね、荷物積むとき、自分の場合、キャンピングシートバッグ2の上にね、コールマンのアウトドアドライバッグ、の積みましょうか、積んでますけどね、上に2段重ねするとね、かなり後方視界がね、悪くなるんですよ。要はその、コールマンのドライバッグが2段目に来るんで、真後ろが見にくくなるというか、振り返ると後ろ見えるんだけど、バックミラーでね、左右がね、かなりね、制限されてたんですね。前回のキャンプまでなんとなく感じてたんですけどね、あ、これ危ないなと思ってね、だからアウトドアドライバッグの中身をできるだけ、平坦っていうかな、平らになるように積んできました、今日はね。で、しかも ZL かぶってきたんで、そこは大丈夫でしたね。バックミラー交換するかね、荷物を何かこう変えようかなと思ったんです、最初ね。あら、向こうの方歩いてきてますね。なんか挨拶かなんか来られるのか、ちょっと止めます止めます。はい、もう一組の方がね、ご挨拶を来られたですね、近くの方でした。なんかお話聞いたらね、ソロだそうですはい、僕とあんまり変わらない距離だけど、岡垣の方って言われたんでね、僕と反対が福岡の方から来たっていうことですかね、うん。僕は北九州から来ましたんでね、はい。もうこれ以上来ないですよね、多分今日ね。こんな気するんですけどね、うん。のんびり、前回のね、秋のキャンプの時、本当お祭りの太鼓の音で夜はもうね、夜全然のんびりできなかったんで、どうですかね、今夜。夜らしいですね、練習来るのがね、もし子供さん来るとしたらですね、あそこにここから見えますね、建屋が真正面に見えると思うんですけどね、あそこですね、あそこのシャッターが開いて、あん中で練習をみんなするんですよね、うん。はい、なんかお話はまた後で、夜でもしましょうかね。はい、こっち側からね、サイト、うわ、取っときましょうかね。三脚出しました。今日ね、あれですね、さっきギタレル持ってきてると言ったんだけど、向こうね、人がまた来られてるんで、あんまりね、音を出すのまずいでしょうね、うん。ちなみにね、最近映画音楽2曲ぐらい自分でね、アレンジしましたけどね、ソロギター用にね。だけど、あれですね、なかなか難しいですね。まあ、ギターでね、弾けたら弾こうと思ってたんですけど、今ならできるのかな、分かんないな。なんか向こう来られた方はなんか源氏の森の温泉行かれるって言ってたんでね、もしかしたら
どっかもうちょっとしたらね出かけるのかなと思うんですけどね、その時だったら引いてもいいかもしれないですね、うん、難しいですねソロキャンプね、そういう意味ではさっきねご挨拶来られたけど結構話し込んで行かれましたもんね、一人になりたいと思って来てるんだけどやっぱりご挨拶とかでね来るとやっぱりそれなりにお話をしたりするんで全くの一人きりにねなれるますかって言ったらねやっぱり違ったりする時もあるんですね、うん、その辺がなかなかやっぱ難しいですかね、うん、まあだけど今年ソロキャンプファミリーキャンプじゃなくてソロキャンプはもう今年で、4年目になるのかなこれでねとうとう、続くかどうかね自分でもよく分かってなかったんですけどね最初ねやりだしてみたらやっぱりなんか春と秋ぐらいは攻めていきたいなという感じになりますね。夏は暑いんでちょっとねあれなんだけど、そうそう夏のキャンプですけどね、夏はちょっとねキャンプ行かない予定です。ツーリングまた行きます。1年前、去年ね男2人の怪しいツーリングっていう動画上げたと思うんだけど、あの時にキャンプはやっぱりなんかちょっと気使うんで人と一緒に行くのはね、でツーリングだったらもういいのかなと思ってね、また去年行ったね一緒に行った、同僚のね人がねまた行きたいって言い出したんでね緩いツーリングに行こうと思うんですけど、今回2人じゃなくて3人になりそうな感じですね、怪しいツーリング3人になりそうですね。だから夏のツーリング多分ねどのぐらいの頃かな、7月の夏休み入る前ぐらいに予定はしてるんですけどね、予定通りならその頃にね、男3人の怪しいツーリングやると思います。それまた動画はねアップするかなと思うんだけど、うん、結局ねあれですね、聞いてみたらね去年一緒にいたね同僚のね工藤ちゃんですけどね、聞いたらあれからあんまりやっぱりバイク乗ってないみたいなんですね。でなんとなく分かったのはねあれですね、そのちょうどいいぐらいの距離、自宅からちょうどいいぐらいの距離でツーリング行くほどじゃないけどちょっと、ね、乗りたいんだけどなみたいな距離のところの行き先っていうんですか、それをやっぱり選定するっていうのが目的地決めるっていうのがね結構どなたもやっぱりバイク乗り始めたばっかりの頃で難しいんでしょうね。で結局あんまり乗らなくなっちゃうでしょうね。で今回ねその夏のねツーリング近場ですね、家から100キロちょっと往復で100キロちょっとで片道50キロもないような距離のところですね、その辺でその日の時間自分の空いてる時間でね2時間あったらここまでとかねもうちょっとあればこの先までみたいな感じで3つぐらい選択できるような感じで行ける行き先をねまあある意味紹介っていうんですか、バイクね乗り始めて間がないんだろうなと思うんで、でもう一人の人もねそんな最近バイク乗ってないと言われてたんで、やっぱりね行き先に結構困るんでしょうねだろうという気がします。僕がほらいつもの峠行くじゃないですか、あれも結局時間的に言うとね2時間ないかなぐらい、1時間半ぐらいで往復でね行って帰ってこれてみたいなところでってなるとあのぐらいの距離になっちゃうんですよね。であのぐらいの距離のところって自分の住んでるところの地域から行くとちょうどねあるんですよ3カ所ぐらい。でその3カ所ぐらいっていうのはね昔々ね20代の頃にやっぱりね先輩じゃないけど仲の良かったバイク友達ですね、年齢的に言うと3つぐらい上の人だったかな2人ともねに教えてもらった行き先というか場所なんですね。だからいつもの峠も考えてみたらね当時のバイク乗りの先輩に教えてもらった場所なんですね、未だに行くのはやっぱりね。でやっぱりあの時いろいろこうちょうど家からそんな遠くなくてツーリングほど行くほどでもないけどお散歩したいぐらいなんだけど、まあバイクのお散歩ですね、それぐらいで行ける距離でみたいなんでこう教えてもらったのがやっぱり考えてみたら自分がバイク長くずっと乗り続けてる大きな理由の一つにあるのかもしれないなと思いましたね。だからもうね僕よか後にバイク乗り始めた人でやっぱりね知り合いの人だったらやっぱり教えてあげてる方がね親切かなと思ってね、そういうのも含めてね夏のねツーリング近場本当もう緩いツーリングです、だから距離が短いからね
だけどその辺を目的地にしていくとねいいだろうなっていうところのツーリング先ですね。そういうふうなところを回ってみたいなと思ってますね、うん、といったところでね、キャンプ場来てみたけど今日ねなんかねあんまりお話らしいお話思いつかないですね。まあ前回からちょっとまあつながってる部分って言ったらお米炊くところで去年ほら固形燃料で炊いたじゃないですか。あれがね真ん中にお焦げができてましたよね。だからバナパッドみたいなのを買ってきてやればお焦げできないんだろうなと思って、まあ簡易なバナパッドですね、100均で売ってたやつですからね、それで今日はやってみようかなと思うんですけどね。それが一つと、あとはもうあれですね、コールマンのツーマントルランタン、本当20年ぶりにね、キャンプで正常に、今夜ね、稼働して、ゴーっていうすごい音がするのかなと思ってね、ちょっと楽しみにしてるんで、その2つだけですかね、今回のキャンプの目玉っていうと。あとはね、特別はないですね、いつも通りですね。はい、そんな感じでね、今回のキャンプ、進んでいくんじゃないかなと思ってます。